はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回はですね、2022年共通テスト数 1A 整数問題の最後のこの難問を誘導を一切用いずに一瞬で解く方法を解説していきます。まあ今年のね、共通テスト、かなり難化したんですけど、その中でも異色を放っていたのがこの問題と。まあ、このね、整数問題、丁寧に誘導はついていたんですけど、その誘導に乗るのが非常に難しかった上、計算量もかなり多いということで、まあ、受験生をね、ざわつかせてたわけなんですね。ただ、この問題ですね、実は合同式を用いることによって、誘導とかね、全く考えずに解くこともできるんです。もしね、合同式全く分かんないよっていう方いましたら、別の動画でね、完全解説してるので、ぜひそちらもね、見てもらえたらいいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。不定方程式11の5乗 x-2 の5乗 y イコール1を満たす整数解のうち、x が正の整数で最小になる xy の値を求めようと。まあ、この問題ですね、共通テスト本番では11の5乗 x-11 の8乗っていうのが11の5乗の倍数でも2の5乗の倍数でもあるよ、みたいなね、誘導を使ってたんですけど、まあ、かなり複雑ですよね。ということで、考えることは合同式を用いて一次不定方程式を解いていくことと。まあ、詳しく見ていくと、この式って要は何を言いたいかというと、11の5乗の倍数と2の5乗の倍数、この差が1だよと、このように言い換えてあげることができるわけですよね。で、今回、まあ、どっちの倍数に着目してあげればいいかなって言ったら、まあ、小さい方に着目した方が楽と。あまりの数少ないですかね。ということで、2の5乗の倍数に着目してあげる。すなわち、この式全体を2の5乗、すなわち、法を32として、モッド32の元で見てあげるとどうなるかというと、まあもちろん、11の5乗 x-2 の5乗 y と1が合同。で、2の5乗ね。っていうのは32の倍数なわけだから、結局11の5乗 x が32で割った時の余りが1になればいいわけですよね。まあこの式からこれを導くのは一瞬でできますと。ここから何をしたいかというと、この11の5乗 x の、まあ、x の係数を1にね、変換したいわけですよ。x を32で割った時の余りはいくつっていうふうに変換していきたいので、この11の5乗の部分をどん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 小さくしていきましょう。具体的には、まあ、11の5乗ね、11の2乗、11の2乗、11っていうふうに分けてあげると、11の2乗は121なので、このように変形することができますよね。 121×121×11 で、121を32でね、割った時の余りを考えてあげると、まあ、121÷32っていうのは3たって25と、余りが25になりますよと。なので、まあ、121を25に変換できるんですけど、今回25に変換するよりもさらに32を引いてあげて、これをマイナス7と、ね、25-32のマイナス7として見てあげた方が楽なんですよ。っていうのも、まあ、なるべく出てくる数字を小さくしたいわけなので、25っていうよりも絶対値がより小さい7っていう方をね、採用した方が楽ですね。マイナス7。そうするとこっちもマイナス7なので、マイナス7の2乗かける 11x と。このように変換することができて、あとはこのマイナス7の2乗っていうのは49。ということで、これもね、32で割ってあげると17になる。まあ、17かける11、187x。合同1みたいになって、まあ、187を32で割ってあげると、まあ、5余り27みたいになるんですね。まあ、ただ割っただけ。ということで、無事 27x 合同1、この数にまで係数を小さくすることができましたよと。じゃあこっから先、この27を1に変換していきたいんだけど、どういうふうに考えるかっていうと、ポイントは2つあります。まあ、このね、2つの方法は実はね、別の動画でも詳しく解説しているので、まあ、ちょっとね、分かりづらい方はそちらの動画を見てもらえたらいいかなと思います。一つがうまく足して割り算していく、あるいは2つの式を適当に足すっていう方法で27をどんどん小さくできるんですね。どういうことかというと、まあ、このね、 27x 合同1っていうのは、まあ、法を32とすると両辺にね、まあ、32とかを足していけるわけですよ。ね、1と合同だし、それっていうのは32足したら33とも合同だよと。まあ、こういうふうに変換することができて、結局
まあ、27と33っていうのはどっちも3で割れますよね。このように両辺をある数でね、うまい数で割れるように32をどん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 足していきましょうっていう発想が一つ目です。まあ、ここでね、注意点としては割り算をするときに法の部分とね、互いに素であることを確認しようっていうのがあるんですけど、これは後でね、説明していきます。まあ、今回は27と33で3で割れますよね。なので 9x5 同11と、このように3で割ることができる。まあ、この3っていうのはこの法32と互いに素だからっていうのが大事なんですけど、またね、同じように 9x っていうのを見たらまた今度3で割りたいなって思いますよね。なのでこの11に32を足したり引いたりね、どん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 していって3で割れるものを探していく。そうすると11からね、まあ、32引いた方が早いですね。そうすると11とマイナス21ね、32引いたマイナス21と合同なわけだから、3で割ってあげて 3x5 同-7で、またまた32を足したり引いたりしていくんだけど、まあ引いてもいいし、まあ今回64足してあげましょうね。32を2回足してあげると57っていう風になるので、また3で割って x5 同19と、このように変換することができると。まあよって x を32で割った時の余りは19っていうことが分かるので、X が正の整数で最初になるのは19というふうに導くことができるわけです。よろしいですかね。まあこれがうまく足していって割り算をする方法で、 27x5 同1で、あ、3で割っていきたいなっていうふうに考えてあげることによって、まあ簡単に出すことができるよと。じゃあ今度丸2の方法についても見ていきましょう。2つの式を適当に足す。2つの式って何って言ったら、まあ今まで出てきたものと比べてあげてもいいし、まあもう一つね、簡単な方法としては、この 27x5 同1っていうのを27ね、さらに32引いてマイナス 5x5 同1っていうのも作ってみましょう。よろしいですかね。まあ実はね、マイナス 5x5 同1っていうのを作ることによって、この1に、まあ、32を何回か足したり引いたりすることによって、まあ、5の倍数を作っていくっていう発想もできるわけですね。まあ32を3回引くと1とマイナス95が一緒になるから、マイナス5で両辺割って19っていうのをすぐに出せるんですけど、まあせっかくなんで丸2の方法を考えてみます。 27x とマイナス 5x っていう2つのね、式を立てることができました。じゃあこの2つの式を使って x の前の係数を1に近づけていこうと。そうするとこのマイナス 5x5 同1のマイナス5と27着目すると、こっちを5倍して両辺足すと27-25で2になりますよね。まあ、だからこの式を5倍するとマイナス 25x5 同5っていう形になって、これをこのね 27x5 同1と足してあげると、式足すと 2x5 同6という形になりますよね。これで x の前の係数を小さくすることができました。あと2を1にするだけなんだけど、1個注意点、 2x5 同6、あ、じゃあね、2で割って x5 同3ってやりたくなるんですけど、これは絶対にダメです。なぜかというと、この割る2しようとしたとしても、ね、ダメだね。なぜかって言ったら、この2と32が互いに素じゃないと。互いに素じゃなかったら割れないっていうことにはちゃんと注意しましょう。じゃあどうすんのって言ったら、同じですよ。2つの式を適当に足していく。今回 2x5 同6と -5x5 同1っていうのがありますよね。だったら、まあこのね、2x と -5x 比べてあげると、あ、2x を3倍して 6x にして -5x と足してあげれば x が出来上がるなと。ね、これ3倍すると 6x と18になって、足すと左辺が x になって合同、右辺は18足す1で19というふうになりますよね。まあいずれの場合も x が19という値を出すことができました。まあ、こんな感じで、まあ共通テスト本番では丁寧に誘導がついてたんですけど、誘導なしでも解くことができますよね。まとめると、まあ、2の5乗の倍数っていうのに着目してあげて、11の5乗 x5 同1、この11の5乗を 121×121×11 に分解して 121を -7 にしていく。でどんどん小さくしたら 27x まで小さくすることができました。あとは、まあ、27x5 同1はね、-5x5 同1みたいにより小さくしてあげて、まあ、-5 で割れるようにどん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 うまく足していくっていう方法もあれば、これとこれを組み合わせてどん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 係数を小さくしていくみたいな、かなりね、作業的にこの x5 同19っていうのを出すことができるんですね。
まあ、非常にね合同式便利なので、ぜひこの考え方を、マスターしてもらえたらいいかなと思います。じゃあ x の値が出たので、その時の y の値も求めてみましょう。まあ、x イコール19を代入するだけなので、y っていうのを計算すると2の5乗分の11の5乗かける19引く1と、まあ、この計算はねかなり大変だと思うんですけど、まあもちろんねご利用しても大丈夫です。まあご利用すだけで点数がもらえるっていうふうに考えることもできるので、まあ時間に余裕があれば、まあ、ご利用してもらえればいいんですけど、まあ多少工夫していきましょう。どう工夫していくかっていうとね、この2の5乗分の11の5乗かける19マイナス1、まず分子が因数分解できればね一番いいんだけど、まあ、今回できませんね。じゃあこれ展開するしかないのかって言ったら、そんなことはなくて、2の5乗で、まあ、どんどんね、約分できるうちに約分をなるべくしていくと。だからこの2の5乗とまではいかなくても、例えば2の4乗とか2の3乗とかで約分できるように、どん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 ねそれを作っていくと。まあ、具体的にどういうふうに考えていけばいいかというと、例えばこの19をこのように16たす3に分解してみると、なぜこの16が出てきたかというと2の4乗だからね。そうするとこの2の5乗分の11の5乗かける16と11の5乗かける3引く1っていうふうに分けられると思うんだけど、この11の5乗かける16の部分っていうのは、まあ、約分ができると、まあ、ここだけ別に考えてあげると、イコール2分の11の5乗、ね、2の4乗分約分されるから、足す残りの部分っていう風になりますよね。このようにどんどん小さくしていけばいいわけです。続いて11の5乗かける3のうち11を1個3に上げると、ここっていうのは11の4乗かける33になるよね。11の4乗かける33で、33ってこれ32足す1に分けられますよね。そうすると、ね、32っていうのを作った理由っていうのは2の5乗32で約分できるから、はい、この時点でイコール、2分の11の5乗プラスこのうち2の5乗分の11の4乗かける32は約分されるので、11の4乗がそのまま出てきて、残りの2の5乗分の11の4乗引く1が残りますと。あとはこれをね気合で計算してもいいんですけど、11の5乗ってまあ、計算したくないじゃないですか。だったら、まあ、11の4乗をね計算することができるっていうふうに見てあげて、まあ、要は2分の11の4乗をかける11って見ることによって結局、まあ、10プラス1に分解できると。よろしいですかね。まあ、それで何がしたいかというと、この11の4乗かける10の方を約分してこの11の4乗とくっつけることができるよねと、まあ、このように工夫することができるわけです。まあ、だから11の4乗かける5と11の4乗で6かける11の4乗っていうのが出てくると。で、足す残りね、ここの部分で2分の11の4乗っていうのが出てきて、まあ、あとは2の5乗分の11の4乗マイナス1なんだけど、まあ、これね、11の4乗がたくさん出てくるから、一気に11の4乗を計算しちゃってもいいかなと思います。あるいは11の4乗マイナス1を因数分解して、ね、11の2乗マイナス1と12乗の2乗プラス1に分けて2の5乗で約分してもいいかなと思います。それはどちらでもいいかなと思うんですけど、まあ、今回そのまま残しちゃいましょう。だってね、11の4乗、もう3箇所出てきてんだから、11の4乗だけ計算すればいいんですよ。14641と。まあ、これ実は二項定理ね。4C0、4C1、4C2、4C1、4C0 っていうのが出てきてるんですけど、まあ、この理由はね、ぜひ皆さん考えてみてください。14641っていうのを代入したら、あとは、まあ、ただの計算ね、6×14641 足す2分の14641足す2の5乗分の14640と、まあ、これがね、実は16で約分できて2分の915っていうふうになるので、まあ、915と14641足して、まあ、2で割れて割り切ることができる。あとはこれをうまく足すことによって答えね、無事95624というふうに出すことができるわけです。よろしいですかね。まあ、こんな感じで11の5乗かける19引く1 52の5乗、まあ、最初からね何も考えずに気合でやってもいいんだけど、まあ、なるべく約分できる項っていうのをちょっとずつ外に出してあげる、ね、なるべくちっちゃく出してあげる
で、あとは11の5乗と11の4乗が混在してるんだったら、11の5乗を11の4乗かける11みたいな感じで、11の4乗の塊だけに揃えてあげると、こういったね考え方を使うことによって計算量を減らすことができると、まあこういったね工夫もぜひ押さえておいてもらえるといいかなと思います。まあ、この問題ね、本来だったら誘導付きでもちろん解く問題なんですけど、実は合同式を用いて一次不定方程式を解く、そういった方法を押さえていれば誘導なしで解けるし、 y の値もうまく工夫ね、どんどんその都度約分できるような形を作っていくっていう発想によって、そこまでね計算量がすごい多いわけじゃないけど解くことができるというわけです。まあ、どちらのね解き方も知らなかった人にとってはすごくね面白かったんじゃないかなと思います。今後もこういった面白い動画たくさん出していこうと思うんで、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。